ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。ジャカルタコミュニケーションカルチャーラウンジ、今日のお客様はジャパネシアの皆さんです。イエーイ本当に嬉しいです。嬉しいですね。本当に嬉しいです。はい、ジャパネシアの皆さんが皆さんのお顔をこうやって見るだけでステージが浮かんでくるぐらいジャカルタにあるいろんなフェスティバルのステージを飾ってらっしゃるあのグループで、ちょっと簡単に私からご説明させていただきます。正式名はジャパネシア、代表されているのが本日もいらしてくださってます秋元さん、それから設立されたのが2011年ですね、そしてメンバーは6名、そして活動場所はロック音楽の演奏が求められるイベントやお店、年間活動はやはり定期イベントですね、あの演日祭とか JJM とかですね。そしてこの設立活動理念はインドネシア人と日本人の混合バンドメンバー構成で、好きな音楽を楽しみリスナー側も楽しんでいただくというグループでございます。本日おいでいただいているのが、リーダーの秋元さん、それから、ドラムスの佐々木さん、そして、ギターのアグスさん、はい、そして、キーボードの香川さん、あ、田川さん、はい、キーボードの田川さん、そして、ギターの剣持さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまずですね、代表されている秋元さんにまず私の基本的な質問から言っていいですか。はい、では私の中ではジャパネシアとジャカルタ敬語の区別がついていません。ああ。それをちょっと簡単に説明していただければ嬉しいです。はい、はい、ジャカルタ軽音部は軽音部ですね、ジャパネシアはバンドです、うん、ジャカルタ軽音部の中に複数のバンドがあって、ジャパネシアはそのうちの一つのバンドです。あ、じゃ、あのジャカルタ軽音部というお家が、大きいお家があって、その中にたくさんお部屋があって、はい、そのお部屋の一つみたいな感じですね。そうです、あ、そういうふうにご理解ください。はい、ジャカルタ軽音というのは初めからもうたくさんのグループが所属する一つのこう団体だったんですか、それとも最初は、最初は一つのバンドでした。で、人数が増えて、でバンドが増えていったんですね。なるほど、そういうことなんです。最初は何人ぐらいだったんですか、ジャカルタ軽音って。佐々木さん、最初は6人ぐらいですか。あ、ですね、まあ6人、そしてまあ例にありますけども10人、その程度ですね、多くて。うん、最初佐々木さんは最初のメンバーなんですか。はい、そうです。佐々木さんはジャカルタ軽音部ができた時にいらっしゃったはずです。はい、あ、そうなんですか。です、ね、じゃあ、はい、佐々木さんの目からご覧になって、ジャカルタ軽音がだん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 増えていくこの経過っていうのはどんな感じでご覧になってたんですか。うん、もうびっくりですね。最初の、はい、数名の段階から現在の50名近くのグループになって、このくらい影響力が出る、あ、組織っていうのは想像だにしませんでした。すごい有名ですよね、やっぱりジャカルタ軽音っていうのはね。もうインドネシアの若い子たちも、うん、あの音楽が好きな年配の方もジャカルタ軽音って言うとすぐ分かるっていう感じでして、うん、はい、ね、しかもその、はい、そのなんて人数が増えていく、人気が上がっていく、この勢いがとんでもなかったと私はまあ、外の人間ですけれども思うんですね。皆さんのジャカルタ軽音を聞いた時の その時やはりちょっと驚きながら見てた感じでさ、佐々木さん、その経過というのは。驚きですね。で、これやっぱり秋元さんの力が大きいなと思いまして、秋元さんのいろんなコネクションっていうんでしょうか、つながりというんでしょうか、いろんな子どもさんたちとかですね、それこそ演じくの皆さんとか、そういったいろんな方々とのつながりがあって、徐々に大きくなっていったなと思います。うん、秋元さんは何年にお入りになったんですか、ジャカルタ軽音。2010年の終わりだと思いますね。10年の、じゃあ秋元さんもこれは設立メンバーの一人。あ、いえ、私は設立メンバーじゃありません。ではないんです、ね、設立メンバーの方たちがライブをやってた時に聞きに行って、それで楽しそうだから入らせてもらったんですね。うん、その翌年からそのジャカルタ軽音部の部長になりまして、それで入った翌年に、はい、たまたま、はい、まあ、たまるタイミングだったんでしょうね。はい、はい、で、そうであるならばいろいろな方とのコラボレーションだとか出るチャンスを作りたいなと思ったんです。その一つのコンタクトが劇団円熟でした。
ありがとうございます。でもそのそういったあのいろんな方とのコラボをやっていったりとかすることによっていろんな色が出てきて、でしかもメンバーが増えてくることによって10部屋ぐらいできていったっていう感じですか。やはりグループがどんどん増えていった。多分ですね、はい、あの頃経済的にも2010年、11年、12年ってはい、インドネシアの経済が上がってきますよね、はい、上がっていって日本企業もどんどん増えてきて日本人の駐在も増えてきて、はい、それで駐在が増える、音楽が好きな人が増えるっていうことで慶応のメンバーもやっぱり増えていくんですよね。そうすると、はい、音楽にいろんなジャンルがありますよね。そうですね。まあ、軽音って言っても、その軽音楽の中にはポップもありロックもありアニメーションソングもありといろんなのがあるじゃないですか。で、はい、従ってそういうその趣向の違うバンドがどんどんできてたわけですね。そうするとその学園祭だとか、まあ、いろんなお祭りだとかそのお祭りによってあるいは学園祭によって欲しい音が違うんですよね。あ、なるほど。ですから例えば学園大学の学園祭、最近はもうやっぱりアニメーションソングが欲しいと言えばそのアニソンのバンドが行くとか、ジャパネシアは、まあ、ロックバンドなんで本来は、はい、ロックをガンガンやりたいんですけどそれだけじゃっていうことでコラボの形で、はい、その子供たちと一緒にとか円熟の方と一緒にとか、うんうん、はい、まあ、なんていうかな、バンドそれぞれ そのポリシーみたいな違うんですよね。なるほど、うん。でも楽しいですね、そのジャカルタ検温という大きななんかエージェントの中にいろんなアーティストを抱えていて、そのアーティストそれぞれに求められる場所に行くっていう、はいはい、あ、これはそうですそうです、非常に新しい形の、ね、たまたまそうだったんです。たまたま、あ、でもそれはすごい自然な形でそうなっていったっていうのは素敵ですよね。そうですね。ですから縁日祭にしてもジャカルタジャパン祭りにしても、はい、まあ、今年はコロナで中止になってますけど、メインステージとサブステージとかあるじゃないですか。はい、ありますね。みんなメインステージに行きたかったりするんですよね。だからそこのところは、はい、公平にとか、あるいは、そのメンバーの誰かがもう帰国が決まってる場合はじゃあそのバンドにメインに立ってもらおうとかって、はい、かなりまあそういったところはコミュニケーションよくやってます。あ、なんかあったかいですね。なんかエージェントというよりはやっぱり家族ですね、なんとなく。友達、なんかね、仲間です。あ、仲間ですね、仲間な感じですね、そうですか。じゃあちょっとその辺の写真をちょっと皆さんで見ていきましょうか、じゃあまずにフォトをお願いしますね。ジャカルタ慶応の中のジャパネシアの写真を今日はですね、見せていただこうと。これ2015年ですね。15年の、これはサブステージですかね、ミニステージの方。サブだと思いますね、これ。違うかな、ジャカルタ祭り。そうですね、はい。もう、はい、チリメンバーの方写ってますね、この写真ね。田川さん、はい、キーボード弾いていただいてて、佐々木さん、ドラムス。田川さんは今何年ですかね、メンバーになられて。田川さんは入られて、しかもかつインドネシアも出られて、現在はタイに住まわれてます。今タイからなんですか、じゃあ田川さんは。タイからそうですね。そうです。そうなんですか。じゃあ今はもし明日ジャパネシアのコンサートがあっても田川さんはキーボード弾かれることはないんですね。そうです。それは残念ですね。いや、カイキーさん、やっぱりそのバンドメンバーっていうのは現在進行形でジャカルタにいるメンバーっていうのはもちろんそのいるアングスがそうですね、佐々木さんは今一時帰国中ということで、ケンモスさんも今日本にいます。なのでバンドのメンバーは入れ替わりなんですけれども、はい、ジャパネシアっていうその共通項目でつながってるっていう感じですね。なるほど。じゃあちょっとその写真をもう少し見ていきましょうか。はい。はい、パドリーフォトブリクットに、お願いします。はい、あ、これはこれカラワンの、カラワンジャパ祭りですね。ああ、やっぱりそれぞれにその夜だったり、でステージの大きさが違ったり、ちょっと お客様が、はいはい、いろいろだったり。のステージになるんでしょうね。はい、次の写真お願いします。はい、お、これはまた違いますね。これ何祭り？祭りという字は見えるんですけどもね。これどこの？カランかな。チカランか。
力が好き、はい、力の桜祭り、桜祭りですね、うん、です、あ、桜の絵がありますね、はい、次の行きましょうか、まあ、いろんな祭りがあるなってことが、あ、これは、ステージが終わった後にみんなで撮ってますね、あ、ステージが終わった後もこんなにお客様残ってらっしゃるんですか、それでみんなで、あの、みんなで一緒に撮りましょうっていうことで、うん、ステージから見える方に、ステージ側から撮ってますね、はい、これ一番楽しい時間じゃないですか、言ってみれば、終わった後にみんなでわーっと写真撮るっていうのはね、そうです、そうですね、楽しいです、はい、はい、次の写真いきましょうか、はい、これはちょっと個人個人の写真ですね、これはね、これ演技祭なんですけど、とってもちっちゃいステージで覚えてます、覚えてます、私も、はい、はい、でもこういうところでもやっぱお客様のマジもう手に届くところでちゃんと歌を届けるというあの、はい、ことはされてらっしゃるんですね。もう今で言う暇つしまくりでした。はい。はい、そうですね。まあ今はできないかもしれないですけど、でもやっぱりステージがどうで、ステージを選ばない。とにかくジャパネシアは求められるところだったら行くよっていうところですね。行きます。はね、はい、次の写真見ましょうか。はい。フォトブリクトニャン。はい。おお。イアンペース。すごくかっこいいですね。我らがイアンペース。はい。はい、次行きましょうか。これ佐々木さんでしたね。次は。これもこれどこ？熱心アミーゴス。アミーゴス。アミーゴスっていう、あのレストランでの写真ですね。もう完璧プロですね。こうやって見ると、ね。これ高橋さんからいただいたジャパネシアマフラーですよね。確かね。ジャパネシアマフラーというのがあるんですね。あります。はい。はい、次の写真いきますか。はい。はい、これもスルタンだね、スルタン、ステージやってる時ってこういう一瞬が楽しいんですよね、多分ね、はい、目でコンタクトを取りながら、ね、そう楽しいです、ね、この間は観客入っていけないんですよ、でもそれを見るのが楽しいですね、観客ね、あはは、あ、次の写真いきましょうか、はい、あ、いや、これは嫌、ね、だはい、コンタクト待ちです、はい、これもね、緊張感もありますよね、絶対ね、うん、緊張感のもとでやっていながらやっぱり楽しくやっていくということで、怖い顔ですか、はい、はい、フォトラギー、はい、お願いします、はい、これは先ほどの場所だったの、やっぱり場所はそうですね、でも多分日にちが違う日なんですよ ね、 すね、スルタンホテルで何回もやりましたからね、あ、定期的に、はい、これケンモスさんだよね、違う、そうそう、ケンモスさん、はい、ね、ケンモスさん、そう、ケンモスさん、はい、じゃあ次のフォトはフォトブリックットにはいきましょうか、これはパパイワンフォルスですね、インドネシア人が見たらもうキャーとかって言っちゃいますよね、はい、もうであの伝説って言ってあれかもしれないですけど、うん、もう偉大なるすごいミュージシャン、イワン・フォレストの写真、これどうしてこういうことになったんですか、秋元さん、たまたま、はい、三菱の、はい、トラックのビジネスを、まあ、私関わってるんですけど、はい、三菱のトラックのいわゆるプロダクトの、はい、アンバサダーになってもらったんですね、はい、それで、はい、あのいろんなそのキャンペーンを三菱側と一緒にやっていただいた時期がありまして、はい、でこの写真は多分、はい、この写真は多分、うん、モーターショーの時に、はい、イワン・ホルスさんが、はい、ミニコンサートを開くっていうんで、アグスと一緒に挨拶しに行ったんです、はい、ありがとうございました、アグスさんどんな気持ちでした、ラサニア今のワクと言って、すごい、すごい信じられないみたいな、これ まさか、あ、秋元さん、イワンフォルス命みたいな感じで、まさか秋元さんがイワンフォルスさんに対しアンバサダルになっていただく頼んだわけじゃないですね。あの半分ぐらい影響させましたイワンフォルスさんしかいないでしょうって言いまくりました、ね。素晴らしいですね、はい、でそれはギターを始めたのがイワン・ホルスさんの歌がきっかけなんですよ、わあ、そうなんですね、
まあこれ素晴らしい縁だと思いますけれどもね、あの今後ともね、あのお付き合いがあるかと思いますが、そうですね、はい、じゃあ次の写真、最後の写真になりますかね。これは懐かしいな。これはですね、ジャカルタジャパン祭りですが、何年かな、もっと前ですよ16とか6年ぐらいかな、はい、うん、はい、この上に、このステージの上にはすごいアーティストがバンバン並んでいて、そうですね、まあ、秋元さん、あの要するにジャパネシアがいて、でそれから、はいはい、あのエイサー、うまくエイサーのメンバーたちがいて、うん、それから、あのこの円塾がいて、それから太鼓 の、 あの小川大輔さんがいらして、そしてそ左、一番左端になんと栗山さんです。栗山さん、ピアニストの栗山さんが白いかっこいいピアノで弾いてらっしゃるって、これそうです、このそうですね、このステージは、この写真はいい写真ですよね。しかしね、あの、うん、あのみんな乗っかって楽しかったっていう感じですけど、楽しかった、こんな、はい、じゃあ写真ありがとうございます。こんなすごいステージをこうデザインされる、そのデザインして、そしてあの実行されるジャパネシアの力とか、あるいはその思いみたいなものをちょっと秋元さん、聞かせていただければと思うんですが、多分そのジャパネシアの理念みたいな、理念って固いですけどね、なんか、聞かせていただければと思うんですが、うん、でもあのそのイベントの持っている、はい、その、はい、考えがあるじゃないですか、で、はい、テーマがあるわけですよね。でそれに沿った形で自分たちが一番何ができるのかなと、はい、まあ、もちろんそのジャパネシアっていうバンドで曲をやるっていうのが、うん、中心にあるコンセプトなんですけど、そこに誰を乗せるかっていうことですよね。で、たまたま来てた方々いらっしゃるから、じゃあその方とのコラボレーションをまずやりたいですよね。で、まあ、クリアさんはあの親しい、友人なんで、まあ、すぐに OK してくれたし、小川さんは秋元さん、あの友達でいらっしゃる、はい、小川さんはあのぜひあの乗っていいですかって喜んでみたいな形で、でうまくりさんは、はい、あの、他の曲でもう先に一緒にやろうって話になってたし、あの円塾さんも、はい、で最後 の、 あのフィナーレはもうみんなで、はい、あのこのジャカルタジャパン祭りにふさわしいような形にしようよっていうことで、ですからあの、なんでしょうね、あのデザインありきっていうよりもどんどんそのあの重ね合ってくるような、そういうイメージでしたけど、なるほど。じゃ あのデザインとか構成するみたいな固いことじゃなくて、とにかく一緒に楽しみたい人間はステージ乗っかっちゃうよみたいな感じですかね。あの確か私の記憶ではアンクロンの子供さんたちも一緒に上がったことがありますよね、はい、もしかしたらあの写真も入ってるかもしれないですよね、はい、アンクロンのはですね、アンクロンのやつは確かあの、写真ビデオがあったんじゃないかな、あの、このアンクロンの子供さんたちのエピソードってちょっと聞かせていただけますか。このあのジャパネシアのロックステロックのステージとアンクロンというのがこうちょっとこううまく、あの整理できないんですけども、ちょっとお話ししていただければと思います。そうですね、あのアンクロンの子供たちをの、まあ、教育をやってる、まあ、女性、私塾をやってる女性と親しくなるチャンスがありまして、はい、それで、この方がそのアンクロンの、まあ、子供たちに、まあ、学校やってるんですよね、学校やってて、で、まあ、通常のその学科に加えて音楽っていうのをやっていて、その音楽の中にアンクロンを教えてるっていうのがあって、それをあの聞かせてもらうチャンスがあったんですけれども、あるコンサートで、はい、でまあ、とても、インドネシアのこのアンクロンという楽器は響きますよね、心にきますよね。で決してそのロックの音ではないんですけど、我々がそのやっている例えば心の友とクムスラーンだとか、あるいはあのインドネシアプサカだとか、そういうその曲のどこかで一緒にやれたら楽しいし、でまたその子どもたちっていうのは実はそのまあ、お金持ちの子どもたちではなくて非常にあの貧しい、あのお父さんたちがあの、いわゆる、ガベージ、あのゴミを収集する仕事をしている人たちのこと、でその子どもたちの
に何かそのいい思い出も作ってあげられればっていうのもあって、で、そこに行き、彼らが住んでるところに行き話をし、で、自分たちがステージが、いくつかその時のプロポーザルでは縁日祭だとかジャカルジャパン祭りがあったんですけど、本当は最初はそのステージに上がるのはすごくその恥ずかしいって言われたんですけど、そんなことはないと、練習しているその曲をやりましょうっていうことで、何回か一緒に練習してですね、あと佐々木さんも覚えていらっしゃると思いますけど、あ練習会場にそのお父さんとか、ご両親あるいは兄弟全部呼んで練習した時あるんですけど、その時に、ちょうど食事の時間だったんで、佐々木さんと、じゃあみんなでお金出し合って食べてもらいましょうってことで、ああ集まんないだろうと思ったら完食されて、じゃあもう一回なんてね、結局これも音楽って我々その音楽をその生活の糧にしてるわけじゃなくて、音楽はとても大事な趣味みたいなものなので、ここから広がるその人間関係とか、あるいは、普段忘れている優しさとかってあるじゃないですか。そういったものに触れ合えれば、その方が気持ちもリッチになるっていうか、自分たちもお互いに、素敵な時間になるんで、そういうようなことを思いながら子どもたちともお付き合いしてました。なるほど。アグスさん、アグスさん、アグスさん、ディアタスパンゴン、ジャパネシア、カタンカタンコラボラシサマオライインドネシアや、itu di dalam orang Jepang sih sama sendiri. Orang Jepang, bukan. Orang Indonesia kan. Jadi Japanese ini serangi Agusta itu semua orang Jepang kan. Tapi kadang-kadang kolaborasi sama orang Indonesia ya. Jadi Umako Ezaka atau itu Ejuku atau angkrong anak-anak. Waktu itu rasanya gimana? Itu jadi di atas panggung ada juga banyak itu. Banyak orang ya. Banyak orang ya. Tidak kelihatan ya nanti. Banyak orang di depan. Tapi pasti rame-rame, pasti rame-rame. Hai. Terus menyenangkan terasi. Ya, menyenangkan ya. Terus anak-anak pasti di hati itu ya. Agustan juga itu kakoi kur banget gitu. Jadi mereka punya cita-cita juga. Iya, 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 iya. Bagus, Akimoto-san yang connection banyak ya, ada yang gitu. Oh gitu. Ada. Ini, Tagama-sama, Tai ni sunderashiru toukoto de, mou Japanese wo hanarete, 5年とかになるんですかね。そうです、4年ですね。でも結構タイから行かさせてもらって、いろんな行事に出させてもらって、そうです、当たり前のように頼ってる。イベントがあると、飛行機乗って乗って、それで、すごい、もうそれだけの価値、思いがやっぱりジャパネシアにある。もうもちろん絶対出たい。でも今コロナだから、本当に何回でも行ける期間だったのに、結局ね、もうずっとインドネシアに行かれてなくてね、日本にも帰ってないんですけど、すぐこのコロナですごい残念ですね。でもこの思いを貯めときましょうよ。この思いを貯めまくった思いをぶつけましょう、今度会う時には、ね。もう本当楽しみ。本当、ね、楽しみ。はい。で、ケムチさん、今どちら、ジャカルタ、日本。日本です。日本で、やはりジャカルタへお帰りになるのをこう待ってらっしゃる。いや、私も完全に日本ですね。そうなんですか。じゃあもうジャパネシアとしてステージに上がることはもう多分ない。そうですね、ちょっと難しいですね、なかなか。はい。そうですか。ジャパネシアに在籍されたのは何年ぐらいだったんですか、ね、いや、僕すごく短くて、3ヶ月くらいです、実は。でもその3ヶ月でも今日参加してくださったっていうのは、そのジャパネシアへの何かこう、思い出とか思いとか、あるいはちょっと、ここで、伝えときたいみたいな思いとかありましたらお願いしたいですけど。そうですね、なんか3ヶ月と短い期間だ。私もちょっとインドネシアにちょっと仕事で行った、そもそもちょっと短期間だったんですね。で、たまたまちょっと佐々木さんと
ちょっと出会って参加させていただいたんですけど、まあ、なかなか短い期間ながらに濃いですねちょっと音楽活動できたもんで、うん、今でも仲良くさせていただいてます。ああそうなんですか。じゃあ3ヶ月というのはどっちかというと3年とかもうそのぐらいの感じの濃さでガツッとまあそう、まあ大きさ楽しいって感じだね。はい、そうですか。あ、それはじゃあ、キムチさんは佐々木さんのご関係で、まあ、関わられたという感じなんですね。まあ、たまたまアパートが一緒だったんですね。アパートがね。あ、でもこういうことは多いですね。やっぱりその日本からいらした方々っていうのはやはり同じ仕事場だったりとかね、お家が同じだったりとかする関係はあるかと思うんですが、じゃあ佐々木さんにちょっと伺いたいんですが、佐々木さんはもう設立当初からこれまでのメンバーで途中で抜けられたこととかなくずっともう9年10年ジャパネシアのメンバーでいらっしゃるんですか。2点ちょっと補足しますけども、設立当初っていうのよりも、はい、ではなくてですね、多分2世代目くらいですね、はい、私が入って、はい、設立されて 2,3 年経った後に私参加ですので、で、はい、この間私自身やイノイシアと日本を5回くらい行ってきたりしていまして、で、日本、で、なので日本に帰ってくるときはちょっと参加できない時期もあったんですけども、うん、まあ、なんでかですね、やっぱり切っても切れない縁ですので、ずっと今も続けていますし、また現在一時帰国中ですけども、また戻ればまた一緒にやりたいと思っております。そうですね、こう何度か日本とジャカルタ行き来しながらも、いまだにそのジャパネシアの中に自分をご自身を入れて置いてらっしゃるっていう一番の魅力は何ですかね、うん、理由は、まあまあ、一番はこれ感動するからですね、やっぱりね。いろんな場面で練習もライブもですけども、そのもうほとんどインドネシアで生きるってことはジャパネシアで生きるっていう感じですね。なるほどね。練習とかいつもどういうところでされてらっしゃるんですか、笠崎さん。これはですね、まあ、スタジオが、まあ、あるんですけども、そのスタジオを使うこともございますし、私のアパートの大家さんがすごくいい人ですね、そこで練習させてもらったりですね。あ、アパートで練習、そういうこともできるんですね。大家さんがジャパネシアのファンでもありましたので。あ、それは引っ張られたわけじゃなくて、佐々木さんが。そうですか。そういうやっぱり周りの方のご理解もね、受けながら活動を続けてらっしゃるジャパネシアですが、それでは最後になりますけれども、秋元さん、今コロナの問題でもう世界中が、特にその芸術活動されてる方、それを趣味とされてる方々がなかなか思うように活動ができないでいらっしゃいますけれども、今後そのもう少しコロナで注意しながら活動しなければいけないときに何かをしたいこと、もしまたはまたもう一つコロナが収束したらこんなことをやってみたい、あるいはこの人たちとコラボをやってみたいんだみたいなことがあったら、ちょっとまとめてお話しいただければと思います。はい、大きなことを考えるっていうよりも、やっぱりその日常の中に自分たちの好きな音楽活動、ここを背伸びせずに楽しみたいですよね。で、その有名な方と接点を持つチャンスもありましたけど、まあ、それよりもその目線が同じ、人生を楽しめる人たちと一緒に音を出す楽しさっていうのがあるんで、ですからそのところのシェア、共有がお互いの、なんだろうな、生きてる時間を豊かにするんじゃないかと思うん でそこにたまたま好きな音楽っていう共通なものがあると、これは通うんですよね、うん、すぐその個人個人の間をこうつなげてくれるわけですよね、はい、なのでせっかく音楽っていうのがあって、でそれが、まあ、YouTube であれブルーレイであれ、いろんな今形で聴けるじゃないですか。ですからそういう音楽を好きだっていうことが、まあ、ベースにあったら、いろんな人と楽しみたいなと思いますよね。それはコロナであっても、まあ、こういう形で例えば Zoom であれなんであれ、コロナなかったらこういう形でのミーティングももしかしてなかったかもしれないから、
そうですね。結局そこはもう気持ち次第でいろんなことができるっていうふうには思いますよね。はい、そうですか。はい、活動は今日はどうもありがとうございます。はい、どうもどうも。はい、どうぞ最後。ジャパネシアは、まあ、これからもずっと活動を続けていきますので、ですから、このジャパネシアは、ジャカルタの、まあ、なんですかね、その、インドネシアの方と、その日本の、日本人が音楽を、元に、こう、楽しむ、バンドであり、で、かつ、乗るバンドであり、そういうそのポジティブなエネルギーをどんどん出していきたいというふうに思いますね。はい、じゃあ最後にですね、ビデオを1本もうジャパネシアのビデオはたくさん見ていただきたいのがあるんですが、これをちょっとご覧いただきたいと思います。はい、どれだろう。はい、どれでしょうね。はい、ジャックジャパンマン、それー、ケイガどうかしら、ケイガやっぱりやっぱりみたいな、ありがとうございました。はい、それでは今日のジャカルタコミュニケーションクラブカルチャーラウンジはジャパネシアの皆さんにおいでいただきましてお話を伺いました。では来年はぜひともジャパネシアのステージがもう1年通じていろんなところで見られて、そのステージの上には田川さんも必ずいらっしゃいますね、絶対に。あ、そうです。お待ちいたしておりますので、剣持さんもいらっしゃったらとても嬉しいなと思いますが、それでは本当に今日はありがとうございました。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 